はい、皆さんこんにちは、吉田です。今日はですね、今実は、ね、夜中の、2時前ぐらいなんですけども、いやすごく作ってみたかったツールが、初めてできたということで、ちょっと興奮して動画を撮りました。で、何をしたかっていう と、チャットワーク、皆さん知ってると思うんですけど、チャットワークっていう、LINE のビジネス版みたいな、要するに、ビジネスチャットのツールですね、の、予約投稿システムを作りました。はい。で、なんで作ったかっていうと、例えばね、私なんか結構夜遅くまで起きてて、なんかこう作業したりだとかしてることがあるんですけど、その時に思いついたことをね、誰か、伝えるとか指示をしたりだとかっていうのを、したいなと思ってるんですけど、それが土日だったりだとか、こういう夜中とかだったりすると、やっぱり気が引けるというか、寝てるだろうなとか、休み中だろうな、休み中だったら休み中だよねとかっていうのがあると、すごくやっぱり送るのかわいそうだなと思うんですけど、どうしてもやっぱり忘れないうちに送っちゃいたいっていうことで、送るわけですね。で、一応私の場合は会社をやってるので、普通その受け取る側から見たらね、その偉い人からメッセージが来たってなったら、夜中でも確認しちゃうし、多分返信もしちゃうと思うんですよね。だからそういうところでちょっと気を使わせたくないっていうことで、例えば、月曜日の朝一に、指定のプログラムをこう送信すると、プログラムっていうか、その書いた言葉をね、何々しといてねとか、これ覚えてるみたいな、リマインドみたいなのを、送信できる、予約投稿のプログラムがあったらいいなと、思ってて、で、ちょっとどうしていいのか分かんなかったんですけど、今プログラミングを勉強してるので、それで、作れるようになったと、いうことです。じゃあ、実際ね、どういうものかっていうことと、ちょっと動かしてみたいと思います。これを、見てもらいたいと思うんですけど、もう本当にね、まっさらの状態です。要するにプログラミングの中身そのものを動かしているので、UI っていうかね、こう見栄えとかそういうのは全くないです。で、もうそのまま入れていきますね。例えば、大した言葉じゃないですけど、予約投稿システム作ったよみたいな、これだけのものですね。で、これを、保存しますと。で、その次何するかっていうと、私が使ってるのはこれ、Windows のパソコンなんですけど、例えば Linux だとか Mac もそうなのかな、空論っていうのがあって、で、その空論で、繰り返しが、なんていう、スケジューラーですよね。何月何日に、その処理をするとか、1時間おきに、実行するだとかっていうのができるんですけど、Windows の場合はこのタスクスケジューラーっていうのがあって、で、これで、予約投稿ができるわけですね。例えばこの指定日時のところなんですけど、例えば、2時ちょうどに、送信しますよとっていう、スケジューラーを組むことができます。あと、4分後ですね。はい。で、OK を押せば、それで、トリガーって言って、要するに2時になったら発動するっていう予約投稿のシステムになるわけですけども、ちょっとその前にね、私がちょっとハマったところについて、お話ししていきたいなと思います。このね、プログラムのところなんですけど、ここのスクリプトがちょっとはまりました。っていうのは、ここの、スクリプトの部分には、PHP の、実行ファイルを入れます。例えば ZAMP だったら、ここですね、私の場合だと C ドライブの、ZAMP の中の PHP の中の、PHP-win.exe、これが、実行、プログラムファイルですよと。で、その後で、ここの、
ファイル名だけを次のこの因数に、引数に、追加すると、いうことですね。私作ったのはこれなので book.php です。で、それから、ここのオプション、開始のオプションのところにここの、までのパスを、指定すると。はい、で、私の場合はこういう感じになっていて、でこれをコピーした後に最後にバックスラッシュ、まあ、円マークですね、これを、加えて、で、ここに保存をするという、ここですね、ここに、フォルダ名だけ指定して最後にこのバックスラッシュをつけて保存するということをやります。でこれで、OK を押すとちゃんと指定時刻になったら走りましたということで、まあ、その実際に指定時刻になったら走るかどうかっていうのを、見てみましょう。これ見ていきましょう。はい、ということで今出てきましたね、予約投稿システム作ったよっていう。ということで、本当にね、まあ自分で使うだけのシステムなので見栄えとかそういうの全然気にしてないし、まあ、このパソコンの中だけで動けばいいっていう、まあ、そういう、目的で作ったものですけど、やっぱりね動くと面白いですね。うん、まあ本当にこうやりたいことがね少しずつ、できるようになってき、た喜びを、感じている今日この頃です。ということで、まあ、今日はですね、チャットワークの、予約投稿システムを作ったというお話でした。この動画がいいねと思った人はグッドボタン、それからチャンネル登録もお願いします。見てくれてありがとうございました。